す。ほら、ホモン。新宿2丁目最強のバルク、ガセムです。ジリガハマっていう海に来てます。本当はやりたくないんだけど、海辺にいるヤンキーというか、柄の悪い人に声かけて、いきなりマスキュラーポーズしたらどうなるかっていう、もう最近は結構体張ってますよと。おさゆくん、ちょっとだけ、ちょっとだけ、今、やばい、あの人、画面の端映ってる人。なんかめちゃくちゃカラフル。やばあの人。あの人なんだなんだと思う。超派手な格好してますね。いやここ原宿じゃないんだよ。下田歌劇って知ってる？はい。下田歌劇みたいな。いでたちだけど。しかもなんかひげ生やしてタバコを吸ってんのかなあれ。コーヒー持って。しかもなんか結構ごつくないあの人。いやごついですごついです。刈り上げてるし、もしかしたらさ、俺のこと知ってるかもね。細井くんは後ろから撮っといて。はい。あの人の、俺、はい、あの人の前に回り込んでポージングするから。はい。もう飲め。もう。なんだ飲め。なこら、あんまだめよ、おら。絶対、絶対。なんだよ。なんだお前、なんなんだお前。どこ中だお前。どこ中だよお前。絶対。絶対くすやつ。どこ中だよ。ちょっと、お兄さんって。お前どこ中だって聞いてんだよ。稲村中の島なんだよ、ここはよ。こんな、こんな格好して。いや、ちょっとお兄さん絶対薬やってるでしょ。やってるよ、お前。なんだお前、そんなよ。な、何この人。ちょっと。だよ。困った。なんだよ。おい。ちょっと。なんだよ。ちょっと僕。なんだよ。なんだよ。ちょっと僕、強い男探してて。俺？そう。俺がついてか？そうっす。確かに俺は強いけどよ。なんだって。いや、すんげえ服装だし。すんごいなんか、マッチョだし。マウイだろ？マウイ好き。マウイだろ？原宿行ったら似合いそうですけど。なんだよ。ちょっと一緒に相撲を取ってくんないかなと思って。相撲で勝負ってか？そうです。受けてやろうじゃねえか。やった。じゃあちょっと、この辺で、演歌組んで、相撲をしましょう。よし。勝負してください。ほら。